はい、です。今回はですね IHI の電動ターボチャージャーというものがトラックの燃料電池システムに搭載されるというニュースなんですよね IHI はターボチャージャーでは非常に有名なんですけれどもターボチャージャーっていうものをまあ詳しい方はねすぐ分かるとは思うんですけど普通はターボチャージャーっていうのはどういうことに使うのかっていうとですね まあ車が分かりやすいと思うんですけども、車の排気ガスがありますよね。あれを、ここのタービンがこれ、えー、2つあるんですけど、この中に羽が入ってましてですね、この中から排気ガスをぐーっとこう入れるわけですね。そうするとここの羽がぐる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 っとこう回ります。だからエンジンの回転数が上がって、排気ガスが増えれば増えるほど、ここの回転数も上がってくるわけですね。 で同時に、ここから同軸、いわゆるあの軸が同じようにくっついてるんですけど、ここからですね、吸気を行うわけですね。で吸気っていうのは、まあ、排気ガスでこうやって出てきたこの回転の力を利用して、えー、空気をどんどん,どん,どんこう圧縮して、ですね、まあ、ガソリンエンジンの場合ですと酸素を多く取り入れるということなんですよね。で酸素を何で多く取り入れるかというと、それだけ パワーが出るからですよね。多くの酸素が入ればそれだけ多くの燃料を燃やすことができてさらにパワーが出てくるという仕組みなんですよね。で、ここのね電動ターボチャージャーっていうのがねよくわからなかったんですけどもそれが説明欄に書かれているので、えー、ちょっと読んでいきますね。 IHI は10月19日、オーストリア AVL 社。これはあの、いろんなパワートレーナーを、ね、作ってる会社なんですけど、オーストリアの会社ですね。HY トラック燃料電池システムに IHI 電動ターボチャージャー ETC の搭載が決定したと発表したということですよね。AVL 社は世界大手の自動車パワートレインエンジニアリング会社。 今回、同社の HY トラック燃料電池システムに IHI 製 ETC が正式に搭載されることが決定し、2023年 AVL 社が開発するデモトラック搭載予定の HY トラックシステムにも搭載されることが決定した。IHIETC を搭載した HY トラック燃料電池システムは、ドイツブレーメンで開発される イドルジェンテクノロジーエキスポにて初出展されるとということですね。ETC、電動ターボチャージャーです、ね、は FCV 燃料電池自動車等に搭載される燃料電池システムにて重要な要素である酸素圧縮空気の供給を担うということですよね。だから結局燃料電池というのはですね酸素と水素の反応によってできるっていうわけですよね。 だから燃料電池の電池容量とかもそうなんですけど発電量量を上げるにはそれなりの酸素と水素というものが必要になってきます。で水素に関してはおそらくですね HI トラックっていうのは液体水素を燃料として使っていく可能性が高いですよね。で液体燃料での水素 の場合ですと、液体水素ですよね、の場合ですと、通常の水素原子というか、水素分子ですかなが800分の1ぐらいまでですね、えー、圧縮できるという状況なんですよね。それが液化した水素の状況なんです。ただ、マイナス253度以下に保たなければいけないということと、えー、沸点がね、意外と近くて258マイナスかな。 もう本当に 7, 8度ぐらいいの差しかないんですよね。これはこの間水素の勉強してねそういうことになってるっていうのが分かったんですけどもまあ結局ガソリンエンジンと同じですよね多くのパワーを得るために水素と酸素が多く必要になってくるので酸素も圧縮してですねそこにぶつけてくるということなんですよねで IHI ET 製 ETC はこの ETC は 空気軸受けすごいですね。こんなのがあるわけですね。採用したオイルフリー構造。燃料電池システムの課題だったスタックの非毒化を回避するということですね。うーん。さらに、モーターとインバーターを一体化し、タービンアシストにより効率を向上ということですね。ああ、モーターも一緒につけちゃうんだ。 えー、ETC の小型化、省電力化を実現し、FC システムの小型化、高効率化に貢献するということですね。IHI 製 ETC、M サイズ FC システム出力 100kW から 150kW 向けは、すでに商用車および船舶用 FC システムメーカーの複数社より採用を受け、採用に向け、評価が進められているということで。 やっぱり今、トラックなんかもですね、ほとんどがディーゼルターボエンジンになってるんですよね。だから、排気量をそれほど上げずに、ターボチャージャーによってですね、パワーを上げていくっていう方式が取られております。なので、まあ、それなりに排気量のある車であれば、ターボチャージャーっていうのはね、非常に有効的ではありますし、排気ガスの量も相当なものが出ますからね、ということなんですけども、 この場合は燃料電池の場合でも、やっぱりより多くの酸素を使って水素と一緒に燃やすっていうことで、より大きなパワーが得られるということがまあ分かってますし、もう他のですの船舶屋も含めて FC システムメーカーの複数社より採用に向け、評価が進められているっていう状況ですから、どん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 やっぱりそういったものでね、パワーを上げやすくするっていうことにつなげようとしてるんだなというところですよね。うん トラックの場合は今後ですね、まあ、どうなるか分からないですけどあの、トヨタが今進めているのは液体水素でも燃やせる水素エンジンの方ですよね。でこちらの方が現実化として早いかなという気はするんですけども、燃料電池化によってですね、モーターで単体で動かすということもね、可能ではありますが、まあ、今あるエンジニアリングのいろんな会社ですよね。えーまあ、この会社も、 ね、例えばターボチャージャーだけじゃなくて、えー、ここではですねパワートレインですからやっぱりパワートレインがいるっていうのはモーターじゃなくてどちらかというとエンジンの方ですよね、まあ、全然パーツの量とかも違いますしねで水素エンジンでいければですけども実際には二酸化炭素を出すっていうこともなくなりますしね ほとんどが出ないということ、まあ全く出ないっていうところですけど、まあノックスはね、ちょっと出ちゃうのかなという部分があります。これはエンジンの中のオイルが少し燃えてですね、えー、ノックス、窒素酸化物とかがね、こう出てきてしまうっていうのはしょうがないことらしいですけども、それでも今あるですね、えー、雇用がかなりね、維持できるっていうこともそうだし、それを維持しながらでもですね、 今の,えのガソリンエンジンとかディーゼルエンジンとかあのそエンジンの技術っていうのがですねやっぱり生きてくるっていうところは間違いないんですよねだから供給方法の燃料電池供給システムですよねやっぱ水素のガスをどのように供給するかっていうところがポイントになってきてたし液体水素だったらどれ,をどれぐらいね引き、えー、さなきゃいけないかとかですねどのようにして保存しておくのかとかですね 長期間保存しないときにどうなるのかとかっていうところの問題とかをねいろいろクリアしながらやっぱり今後そういうのが、ね、採用されていくんだろうなというところです。でエンジンの、ね、技術っていうのはもうかなり100年以上かけてですねかなり成熟されてきてはいるんですけどもまあやっぱり水素の燃料電池で使うよりかはエンジンの効率っていうか熱効率っていうんですかね的にはあまり良くないところはこれ間違いないんですけれども ただね、燃料電池車も含めてですね、えー、今後ですね、ガソリンエンジンじゃなくても水素エンジンの方でやっていこうという流れもですね、やっぱそれなりに出てくるんじゃないかなという気はしますよね。特にトラックとかね、えー、船舶とかですね、そこら辺で大きなエンジンを使いますので、 あれをね、モーターでこうやるってなると結構大変じゃないかなという気はします、まあ、構造はシンプルになってねあの故障が少なくなるんじゃないかなというところはあったりはするんですけども既存の技術を、ね、活かせるっていう意味では水素エンジンの方がうーん、まあ、需要が確実に増えてくるかどうかっていうのはなかなかね難しいとは思うんですけどもまあ、そっちの方がやりやすいということは間違いないところでしょうねはい。 というところで、えー、ガソリンとかね、軽、え、油、ーまあ、ディーゼルのエンジンだけじゃなくて、FC でもですね、このようなターボチャージャー、電動ターボチャージャーというもので、えー、空気を多く送り込んで、えー、燃料電池の効率を上げようっていうところになるんだなというところがね、今回初めて分かったので、面白いなというところでしたね。ということで、えー、まあ、こちらまででね、 今回の話はまた少し終わりにしたいなと思うんですけども、相変わらずね、まだね、あの、昨日もちょっと私少し出かけてみて、あの、人の多いところ、まあ、デパートとかですね、えー、そういう売り場に行ってみたんですけども、やっぱりマスクしてる人がほぼほぼ9割9分ですよね。で私もそういった中にいる,いる中で、やっぱりマスクをして出かけてしまうんですけども、 外ではね、ほぼほぼぼしないようにするよううににすするしてますね。なぜかっていうと、まあ、外国の人もね、これから観光客として入ってくるっていうこともそうなんですけども、まあ、そもそもね567の弱毒化っていうのがもうオミクロンになって明らかに出てきてますしもともとね最初の武漢株ですかねそこら辺にかかったとしても、まあ、高熱は出たりとか。 非常に大変ななところはあるかもしれないんですが後遺症が残ったりとかね、えー、そういうものはまあもちろんゼロじゃないんですけどもそれはねインフルエンザとかとあまり変わらないんじゃないかっていうところですしもともとこのね、えー、567とかちくわを使ってですねいろいろパンデミックをまあちくわは関係ないですけど567を使ってパンデミックをあの作って。 人々をちくわに打たせるように恐怖に陥れていろんな活動を低下させたっていうまあいわゆる本当にね実験なんですよね。それがきちんと行われてどうなったかといういろんな検証が今行われているところではありますし、まあ、そういった視点で見られてる人っていうのは実際に中にいる人かあるいは相当情報感度が高い人かっていう感じになってくると思うんですけどもやっぱりねこの情報を得る。 情報感度が高くなるっていうのはです、ね、まあ一般的な常識をちょっとずつ疑うっていうこともそうですし、まあ、テレビとかね新聞なんかを信じすぎないっていうこともそうですし、まあ、本を読んだりとかねで私重要な情報ってねやっぱり人から入ってくるっていうのはやっぱり第一の考えとしてあるんですねでなんで人からかっていうとやっぱり分かってる人はあんまり喋ろうとしないんですよ分かりますかね 私もね、そうなんですけど、あえて何もわからない人に、いきなりね、コロナは茶番だよとかね、<laughs> 言っちゃいましたけど、まあ、そんな話をね、いきなり投げかけたって、えって思っちゃうだけで、みんな納得できないんですよね。だから、普段は分かっちゃいるけど、マスクもするし、黙ってるっていう人の方が、 多いいいんじゃないかなかと思います気づいてる人なんかでもねそういう方がすごく多いんじゃないかなと思います。だけどもなかなかねそこら辺の部分に気づけない人っていうのはやっぱり多いわけで、まあ、気付いたとしてもですねなかなかこう自分の行動とかそういうのやり方を変えられない、まあ、私もその一人かもしれませんけどもそういうふうになっちゃうんですよね。うんだからなかなかねそこら辺のところを変えられないっていうところはそうなんですけどでも 分かってるか分かってないかっていう部分だけでもすごく大事かなと思いますね。はい。ということで、まあそういうところに気づきながらですね、またまたこうやってやっていきたいというところもありますけど、そろそろですね、筑波の被害者の会とかですね、あるいは、あの、訴えるっていうところとかですね、厚生労働省の、まあ、ところでのね、意見交換会、超党派のね、えー 議員連盟がどれだけ追求してきたかなんていうのもねすごく面白くなってきましたんでまあいきなりは変わらないと思うんですけど徐々に徐々にね変わりつつあるなという感じですねはい最後までね聞いていただいてもありがとうございます